前置詞十三 by until の違いそして for during の違いです今回ちょっとタイトル長いですけれども時を表す前置詞それをまとめてドーンと学びますそれでは早速スタートはい例題です問題はこちらドン 次の日本文に合う英文になるように空欄にね適する語句を書きなさい、はい、今回も1段語ずつです1番8時までにはここに来ています2番8時までずっとここにいますということだよねそうするとほとんど一緒だよね8 o k r o c k i l l b e h e r e i l b e h e r e じゃあ何だろうそうだね8時までにはと 8時までずっとここだよねちょっと上見えづらくなっちゃったいっていうことそうすると来るための期限いいか8時までに来いよバス出ちゃうぞ修学旅行置いてくぞ気をつけろ木村キ,キャハハハよくやりましたよねやらないかはいね先生バナナはあそれいいね別にね はいってことは8時までにはだからこれ全体で期限を表す下の場合はずっとって言ってるから継続ということになるよね上が期限下が継続はいこれをまず使い分けていただきたいと思いますじゃあ早速ね TK ズポイントいっちゃうよ TK ズポイント TK ズポイント by until の for, during のの違違いい for です。はいというわけで今回ねテーマが2個あるんですけれども最初の画面では上の話です。by と until または i l l って書き方もあるんだけれどもどちらでもいいんですけれどものお話です。両方ともまあ「まあ、で」「まで」って言ってるんだけどまでにはい食いたその期限を表す場合は「by なんです。 それに対してまでずっとっていう風に継続している場合にはティルアンティルを使います。簡単でしょ。はい区切った。この場合はバイです。ずっとビヨーンって伸びている場合にはアンティルです。はい。でね最初はこれだけなんですけれどもテーマがもう一個立ってるね。for during の違いなので一応先に言っておくとちょっとややこしい。いいか少君。for は不特定の期間だ。いいな。そして during は特定の期間だ。 同じ期間でも不特定のそして特定のいいなわキモいしいやキモいって言わない簡単簡単なんか10日間えいつからいつのいや何でもいいんだけどとりあえず10日間ねよろしくねっていうのが For 10 Days それに対していいなあの10日間でその10日間で During the その10日間っていうふうに限定できるのちょっと待てよ 犯人がいたと考えられるのは東京に入ってそして東京から出国したその10日間でみたいな感じでガチッと決まってるわけ例えばデューリング1学期1学期って決まってるでしょ4月の何日から7月の何日までとかねその上映期間中ねとかさ決まってる場合にはデューリンなのそうじゃなくてうんこれさなんかどうするじゃあなんとなくうわやべもう3時間経ってるわみたいな,なんとなく3時間とか。 決まらないで結果として3時間とかは for three hours いいかその3時間の間にこの問題を解け During the three hours なんていうふうになるわけです。まあこれはね次の画面でまた丁寧にやりますけれども両方とも期間決めるか決めないかふわっとしてるかしてないかの違いということです。はいそれじゃあまずね「まで」の使い分け期限と継続に戻るよと というわけで上期限なので by I'll be here by 8 o'clock 八時までには来ますよそして下八時までずっとここに I'll be here until もちろん til でもオッケーですはいということで I'll be here u n t i l 8 o'clock このように期限の場合、継続の until この使い分けをよろしくね 続いて3番「番番ですこちらン3番ナンシーは3日間そのホテルに滞在していた」4。「番ナンシーは休暇の間そのホテルに滞在していた」。ね「ナンシー・ステイラーズ・ホテル」「ナンシー・ステイラーズ・ホテル」一緒だよね。じゃあ何が違うのかっていうと「3日間その休暇の間、まあ、その」ってついてないけどね「休暇の間」というふうになるわけ。 そうすると上はですね何か3日だから不特定別にいつって定めてないよね不特定な期間はい下休暇の間もうバチッと決まってるよね何か休んだら会社クビになっちゃうもんね特定の期間はいバチッと決まってますね はい、そうすると上何か3日間だから 43ds 何か3日間の場合は4そうじゃなくて特定のほら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 ザがついてるザがついてるザがついてるこのように特定の、ね、期間の場合は during はいこのようになるわけです。はい、いもう一度見比べてください3日間 何日から何日までか分からないけどとりあえず3日それに対してお休みいただきたいと思います3日間ほどじゃあ書類書いてあなるほどその3日間そうなんだナンシーさん京都に行くんですかいやそうなんです前から行こうと思って」なんていうふうに「バケーション」この「バケーション」という名詞が休暇ってことは何か感じつけなくちゃいけなくて「ざ」「あそうかその休暇」「春の休暇」「秋の休暇」いろいろあるけども「秋の休暇」に行きましたよ特定の期間 その場合は during このように使い分けます for と during の違いもうバッチリですねはいおさらいですこちらバ by until の違い for during の違いですが by と until に関してはまでまでなんだけどまでにバン。その場合は期限を表す by を使います までずっとっていう場合には until 継続を表します場合の期限 until の継続そして後半が期間を表す for と during なんですけれども何か3日不特定の期間の場合は for を使います for 10 days 何か十日間それに対して特定の期間の場合は during during the 10 days その十日間でこのようにふわっとしてるかね カチッと決まってるか、期間を2つ使い分けてほしいということでした。はい、ということで今回はね、合計4つありましたけれども、ポイント絞り込むことできたね、もうこれでバッチリです。